さあこの番組はなんとあのドリームズカムトゥルーのデビュー25周年を記念してレアな映像と貴重な話でドリカムの魅力を全てお届けしてしまおうというスペシャルプログラムなのだ。ご案内役は私アタックマン、そして浅熊、浅熊じゃねえよ。どっから浅熊が出てくんだよ。もう一回言うぞ。ご案内役は私アタックマン、そしてキャストウォーマンです。 OK。 アルバムジャケットとアーティスト写真の撮影メイキング映像をお届けするのだ。神様ではでは、アルバムアタック25のジャケット写真とアーティスト写真のメイキング映像にアタックチャンス。なんとドリカムのお二人がアルバムアタック25の収録ナンバーを解説してくれたセルフライナーノーツをお届けするのだ。これはね、実はアルバムのマスタリングが行われたニューヨークで完成したばかりの作品を聞いてお二人がコメントしてくれた。はい、アゲン、アゲン、まあ、イントロダクションというかオープニングテーマでモチーフを使ってましたけど、うん、最初からねこのアゲンが最後だということ、うん、でもアゲンができた時に言ったのか俺が。そう、これ最後じゃないか、アルバムの最後の曲だねって言ってね。俺は詩はすごいすごい好きだね。私もこれはなるべくシンプルな言葉で、うん、ストレートに、うん、なんかこう小難しく言うんではなく、うん、なんか今日一日をそうやっていろいろなことがありながらも、うん、なんかこう一日を過ぎたことに、その人たちの一日が過ぎたことに対してなんか敬意を払いたかったというか、うん、なんかそういう曲になったらいいなと思って作ったので、うん、愛がたどり着く場所ですが、はい、これはミスドとのコラボレーション、はい、店頭で散々聞いた人もいると思う。まあ改めていい音でね、ぜひ聞いてもらいたいなと思う、はい、これは僕はね、あれですよ、新たな嬉しい楽しい大好きだと思ってずっとやってる、うん、これはライブでもみんな人気高いですよね、うん、すごいやると、うん、みんなキャーっつってね、うん、なんかイントロも嬉しい楽しい大好きと、まあテンポは全然違うんだけど、うん、やっぱあれが持っている高揚感というか、うん、あるね、うん、そういうのを入れたくなったし、うん、まあ大合唱の部分もあり、うんうん、なんだろうね、やっぱ本当にドリカムスタンダードの中の曲になってくれればなと、うん、デビュー20周年を記念して放送された DCTTV、 これはウェブ番組だったんだけどね。 DCTTV 見よう触れよう行ってみよう、おということでこれをお届けします。それでは番組のダイジェストをご覧ください。もうこれさえ覚えとけばもうロケ芸人になれる。だからロケのマナーをね。ロケのマナー、はい、こうカメラさんの使い方だとか。あ、なるほどね。そうなんですよ。だからカメラさんとの呼吸が大事だったりとかいろいろあるんですよ。はい、呼吸ですね。そうです、そうです、そうです。海流んな。そういうことです、そういうことです。どれぐらいのぶりですか、海入るのは。10 そんなに。超マル秘プライベート映像なのだけど、そんなの出しちゃって大丈夫なのか、チャンスウーマン。と聞いてます。それではそんな吉田美和さんの超極秘映像にアタックチャンス。チャンスとアタックだってば。チャンスとアタック。例えばこれとか、うんうんうん、でっかいのかわいい。かわいい。何するときに着るの？俺、お風呂上がりに着ます。